クアドールの噛みつき防止には人毛ミックスのタイプと人毛 100% のタイプがあります。人毛 100% のタイプは肌当たりも柔らかく自然ですが、梱包癖がつきやすいです。でも大丈夫、簡単に直せるので一緒にやってみましょう。ちょっと癖のあるところを発見。少し整えたいですね。用意するものはこちらです。タッカールでブロッキングをします。ちょっとネットに挟めばいい感じです。水かケアミストで少し濡らします。あとはアイロンで癖を伸ばすだけ。少しずつが失敗しないコツです。手首を使い、毛先は少し内側に入れていきます。これを繰り返すだけです。濡らして、伸ばして、毛先は自然にくるんと内側へ入れていきましょう。180度まで耐熱ですが、アイロンの温度はだいたい130度から150度ぐらいに設定しましょう。癖を伸ばした後、再度箱に入れてしまうとまた癖がついてしまうので、日常的に着用される方はビッグスタンドの上で保管していただくのがおすすめです。完成です。とっても綺麗になりました。帽子をつけてさっとお出かけできる便利な噛みつき帽子をぜひご活用ください。